令和がどんな時代になるかという中で、まあ、世代間闘争の懸念というかですね、まあ、いろんなものを先送りして若者に聞いても年金私はもらえないでしょうと、しかも借金1000兆円あるよねと、なんでつけ回しされるのと、でお年寄りはいっぱい年金もらっていい目合ってるじゃないのみたいな、そういうちょっとギスギスしたものが生まれないかという懸念を持っている人たちもいる。その辺はどう思われますか？あの、ね、まあ、世代間闘争というのは良くないと思いますけど、僕ね、維新の会でずっと活動してきて、はい、まあ、僕8年間活動しました、はい、それから松井さん吉村さんがその後4年間やって、でこの間のダブル選挙を見た時にね、維新ってねひたすら未来の利益、将来世代の利益のことしか言わないんです。つまりシルバー民主主義と言われるお年寄り向けに政策を打ちましょうということではないと言わない。で特にね、いろんな業界団体とかがね、今までは自分たちの補助金をこれ守ってくれ、で自分たちの権利をこう守ってくれ、それは補助金だけじゃなくてもいろんな権限とか、まあ、特権みたいなものを守ってくれ、その代わり票を渡しますからっていうのが今までの旧来型の政治、まあ、これはある意味そういう政治でいいと思う、利益調整型、まさにこれが自民党型の政治ですよ。そうしたら対する野党はそうじゃなくて、さっき言ったようにもっと競争政策を導入して日本を動かしていく、それから未来の利益、将来の利益、特定の団体には何か見返りなんていうものを渡さない、とにかく未来のその全体の利益をね、我々はそこをこう実現していくんだと。大阪でこれ言い続けて、大体大阪の有権者ってお金にねものすごい細かい人ばっかりですよ、大阪の有権者は。その人たちが自分たちの具体的な利益じゃなくて、将来の利益、次世代の利益、将来の大阪ということで、あれだけ選挙で大勝できたわけです。僕はね、日本のね国民の有権者はね本当に僕賢明だと思ってる、信じてるんで、まあ都市と地方は違うかもわからないけど、将来の利益、次世代の利益を言えばね、高齢者の人は僕は分かってくれると思う。それ政治家の方が過敏にこうシルバーしなきゃいけないと思ってるところがあるということですか？票を見すぎ、特定の団体とか業界団体とか、それから投票率の高い高齢者の方とか、もちろんね僕みたいにもう猛反発受けますよ、業界団体とか特定 の一部の高齢者が猛反発受けるけど、でも圧倒的多くの有権者がやっぱり維新を応援してくれてるじゃないですか。だからあの維新 の支持者っていうのはね、具体的な自分の見返りを一切期待せずに維新を応援してくれる、これが僕本来の政治だと思う。でこういう熱を、ね、呼び起こすのが、ね、政治家の役割であって、野党の役割なのに、今の野党はちま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 またいろんなその支持団体のことばっかりもう気にしちゃってね、それじゃやっぱり有権者 の民意はつかめないですよ。